カサド型総海底は海上自衛隊が運用していた中型総海底の艦級。合計で26隻が建造されたが、これは2014年現在海上自衛隊の艦艇としては最多の建造数である。太平洋戦争中、日本近海には日米双方によって大量の機雷が敷設されており、戦争末期には 沿岸域を含めた海運を大きく阻害していたことから、これへの対処の必要性は切迫したものであった。このことから、日本の降伏後に大日本帝国海軍が解体される中にあっても、総会部隊は維持されており、1945年12月1日には第二副院省に引き継がれ、その後、総会業務は海上保安庁を経て、 1952年8月1日に発足した保安庁に吸収され警備隊に移管された。警備隊は発足直後より総改定の国産化を施行しており、まず昭和28年度計画で実践実験としての性格を帯びたあただ方としろが建造された。そしてその実績を踏まえて戦後初の量産総改定として設計されたのが本型である。 設計にあたっては、アメリカ海軍のブルーバード級総海艇と同等の性能を持つことを目標とされた。戦型としては、28年度計画定を比較検討した結果、ヤシロで採用された核型船体が優秀と認められて採用された。なお、本型以降に建造された海時の総海艇は、すべて核型船体とされている。また 28MSC では、 居住空間の狭さが問題となったことから、選手老船形の採用によって、艦内容積を増して対処している。磁気嫌いに対処するため、船体は 28MSC と同様に木造とされた。また、艇の非磁性化及び磁気管理手法については、ブルーバード級のものが研究され、これに準拠するものとされた。使用樹種は、おおむね 28MSC と同様であるが、下記の通り、 船底縦て通り材のみ米末に変更されている。また、i 1 0 8計確定では、環状肋骨を一体積層から三部材別々の積層様式とすることで、工数低減が図られており、この手法は、後のすべての木造層改定で踏襲された。なお、環境構造物やマストなどは、警報禁制とされている。これ以外にも、後部上甲板の原則に、 ブルワークが設けられ大破性の向上が図られた。指揮官としては 28MSC と同じ三菱重工業 ZC 型イブ1 0 z 1 5二重型高速にサイクル V 型ディーゼルエンジンが採用されており、また総開発電機にも同機種が採用された。これらは年々肘成果が図られており、最終定では肘成果率が88%に達していた。 なお、指揮官と総開発電機用原動機を区別するため、前者は I、後者は2というローマ数字が形式名の後に付されていた。また、防音対策のため、I-108 計画定では総開発電機に防振ゴムが装備された。なお煙突は設けられておらず、現外排気式であった。センサーはいずれも国産化が図られている。 対水上捜作レーダーとしては、28MSC では、C バンドのアン、SPS-10 が搭載されていたのに対し、I-106 計画定では、同周波数で国産の OPS-3 が、I-106 から 1I-108 計画定ではより分解能に優れた、X バンドの OPS-4D、またはオプス、OPS-9 とされた。なお、 I-106 計画定も後に OPS-4D に換装した。一方、機雷探知機としては、I-106 計画定では 28MSC と同じくアメリカ製の案、UX-1D、I-106 から 1I-108 計画定ではこれをもとに国産化した、ZQS-1 とされた。 これは 100kHz を使用する高周波ソナーであったが、同様安定化装置を持たなかったために、明瞭な映像を得にくいという欠点があった。ありがとうございます。